はい、ではグアムに着きました。そしてまあ今ホテルの部屋に入ったんですけれども、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、お部屋はもう暗いですがこんな感じです。はい、と荷物も置いてベッドがありまして、こんな感じです。はい、テレビがあって真っ暗でよく分かりませんね。はい、こんな感じです。海外は照明が暗いです。はい、そしてこれが、黒洗面です。はい、なんか変な洗面、こんな感じです。はい、なんか水圧が弱そうです。はい、特にこんな綺麗なホテル、いいホテルっていうわけでは全くございません。はい、こんな感じです。これです。ということで、明日から、グアムでの研修をしていきたいと思います。ジムに行ってですね、あ、違うわ、朝から、サプリメントショップに行って、そして、午後からジムに行ってですね、でまた明日も、まあ、少し海でランニングなどして、明後日もまたジムとサプリメントショップ巡りを行っています。で朝から少しビーチで散歩したいと思います。こんな感じでね、翌朝朝食を食べに来ました。なんと朝からステーキでございます。はい、田中トレーナーが、美味しそうに食べてますね。ね、ビッグフォーク食らうのがこんなに似合う男もいませんね。はい、爽やか辻元トレーナーは食ってるかな。はい、僕も食べます。自撮りでやってるんで片手が使えないことに今気づきました。はい、ステーキをいただきたいと思います。はい、いただきます。これがまたうまかったですね。うまい。はい、はい、そして、サプリメント事業部辻元くんは朝食は卵でございます。減量してますんでね。歩いております。はい、辻元上野です。どうも、おはようございます。今ショッピングセンターに向かって歩いております。サプリメントショップ巡りに行ってまいります。近いと思いきやもうすでに、30分、35分ぐらい歩いております。バスに乗るべきでした。はい、そして長い時間歩いて着きました。バイタミンワールドでございます。これね、あの全国的に世界的に展開しているサプリメントショップです。まず最初はここから攻めてみたいと思います。もうトレーナーもね、サプリメント事業部も、みんなもう一目散にいろんなサプリメントに向かって、見に行っております。まあ、本当こうオーガニックなサプリメントもありますし、まあ、奥の方はね、我々が飲むようなプロテインであったりとかアミノ酸であったりとか、これはワークアウトドリンク、こういったものを揃えております。まあ、これシェーカーとかね、弁当箱とかですね。はい、で、プロテインドリンク、エナジードリンク、そしてプロテインバーなんかも置いてありました。この奥は何だったかな、この辺はプロテインですね。はい、いろんな種類のプロテインやプレワークアウトドリンクがありました。ね、結構いろんな種類があって、まあ、あの日本でも大体、まあ、世界的に有名なものであったり、まあ、全然知らないものも一番あったんですけれども、まあ、大体のものがあの我々分かってるかなと。そしてあの英語が全くできない辻元くんがですね、おもむろにあのサプリメントについてのヒアリングを店員さんにしててですね。はい、で続いてが GNC ですね。こちらも世界展開しているサプリメントの量販店ですね。はい、こちらも行ってまいりました。こちらちょっとね、規模が小さかったんですけれども、いろんな商品が並んでいて面白かったなと思います。はい、まあ、おおむね並んでいる商品というのは、まあ、そんな大差ないんですけれども、まあ、あの世界のサプリメントショップっていうのがどういう形なのかということをチェックしてきました。これスマートシェーカーさんですね。でこういういろんなものが置いてありました。はい、で店員さんがね、もう本当に普通の女の子なんですけれども、今ちょっとちらっと映りましたけれども、普通の女の子なんだけれども、すごくサプリメントについてよく知ってるっていうのが印象的でした。これはなかなかねレベル高いなと思いましたね。はい、いろんなメーカーが置いてあります。そして、サプリメントショップを終わった後ですね、アイスを食べに来ました。ソフトクリームです。なんかね、有名なお店だったみたいなんですけれども、なんかこんな感じで量り売りみたいに、もうなんか汚くなってるんですけれども、自分で入れてね、いろいろトッピングして、食べるみたいです。
して、またこれがね終わりまして、この後午後からは、ジムに行きたいと思います。お楽しみに。